はい、では本日スタンダード部門審査委員長の野村康夫先生です。スタンダードの審査基準を教えてください。はい、まずスタンダードは何といってもクラシカルなフィーリングのあるダンスですので、まず形、ホールドとかシルエットがまず第一の審査基準になります。続きまして移動の美しさ、滑らかさ、そして移動距離、これも審査の対象になります。大勢で踊っている中で審査をしますので、まず形を見て、そしてよく動いている選手、まあ、いわゆる皆さんが目に入ってくるよく動いている選手を拾っていきます。それから、まあ、それでまださらに迷う場合は、フットワークとか、タイミングの細かいところとかを見てまいります。それで、まあ、明るく綺麗なホールドで最後までハッピーに踊ってる選手が優勝になると私は信じております。はい、それではランキングとお名前をお願いします。はい、プロスタンダードランキング2位の鈴木俊と鈴木めぐみです。はい、今日の決勝はソロでタンゴがあります。自分たちのこういうところを見てほしいというポイントがあったら教えてください。そうですね、一生懸命頑張って踊ってるところを見てください。はい、はい、いつもより観客席お席が近いのでスピード感や迫力ある踊りをできたら見ていただけたらいいなと思ってます。はい、では頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではランキングとお名前をお願いいたします。はい、ランキングプロラテンランキング1位の広川優美です。広川香織です。はい、今日は決勝で、ソロでサンバがあります。でそのサンバで、皆さんに見てほしいところ、ありましたら教えてください。サンバのリズムに乗って滑らかにかつパワフルに踊っているところをぜひ見てください。ちょっと細かいステップで忙しく見えるんですけども、曲に乗って楽しく踊れたらと思います。はい、ありがとうございます。では頑張ってください。ありがとうございます。はい、それでは、ランキングとお名前をお願いします。はい、北海道プロスタンダードランキング21位の関康則と関恵美です。はい、今日、見てほしいポイント、アピールしたいポイント、お願いします。はい、今日は、お客様との距離が近い会場なので、お客様と一体になってお客様のハートをわしづかみにできるよう頑張ります。応援に来てくださった生徒さんたちに喜んでもらえるように頑張ります。はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。
ー